皆さんこんにちは、外国人犯罪対策防犯講師の坂東忠信です。本日はですね、国際化社会においてどんどん増え続けている、国際結婚についてちょっとお話ししたいんですけども、現在、日本人の国際結婚の半分ぐらいは中国人と日本人の結婚というふうに言われています。でその、9割近くは日本人の中年高齢者と、中国人の20代30代の女性との結婚になるらしいんですね。これがですね、レコードチャイナの方の、アンケートの統計によりますと、2009年中に日本人と、結婚した中国人のそのカップルの数というのが1万3000件ぐらいで、そのうちの 45% が離婚してるらしいんですね。これすごい高い数字だと思うんですよ。なんでこんなことになるのかというふうに冷静に考えてみますと、日本人の中高年男性というのはもう結婚する目的がですね、若い頃みたいにお互いに好きだなんだっていう勢いで結婚するのではなくて、ちょっと、老後の生活なんかもこう見えてくるわけですね。で中国人女性の方も、好きだなんだという以前に、日本に滞在したい、それから、金持ち日本人と暮らしたい、生活したいという、そういう目的の方もだいぶ大きなウエイトを占めてきてます。それと中国人自身がですね、昔はその密入国なんかやってましたんで、どれぐらい日本に滞在できてその間にどれぐらい稼ぐかが問題だったんですけども、今やいろんな方法で日本に来れますから、もう滞在できるのは当たり前と、問題はどれくらい日本に長くいて定住できるか、日本にずっと居続けることができるかと、そちらの方に、価値観がこうシフトしてきた感じがありますね。だってここでですね、問題になってくるのは、本来その日本人同士であっても離婚率は今高まっていると言いますけども、彼らのその結婚生活の問題ですね。中国人女性の方はですね、実は、日本人と結婚して3年、それから通算して5年経ちますと、永住権が取れるわけです。今この永住審査のハードルが非常に低くなっておりまして、日本語を喋れないような日本に住む永住者、これが非常に多くなってきているそうです。永住資格を取ってしまうとですね、もう更新の必要もありません。合法滞在者ですから、日本人の旦那がだんだんいらなくなってきちゃうわけですね。特に年も離れてる、下手すると老後の面倒見なきゃいけないと。金持ちかと思って結婚してみたんですけども、日本人の独身男性だって今金持ってるとは限りませんからね。そこで、離婚という選択肢が生まれてくるわけです。中国人の間で出回ってる、フリーペーパーの中国の文字で書かれた新聞、これなんか見ますと、もう離婚に関しての相談について受け付けますという、そういう広告もいっぱい出ております。で、離婚した後どうするのか、永住者ですから離婚しても全然問題はないわけですね。で、ここで発生してくるのが、偽装結婚なんです。これまでの偽装結婚というのは、日本人男性と例えば中国人女性、外国人女性が一緒にくっついて、お金を日本人がもらって一緒に入管に申請に行って夫婦ですよというようなお話をして偽装結婚が成り立ってたんですね。ところが今度その日本人を抜きにしても永住者という資格を持った外国人がこれができるようになったわけです。具体的には永住者と結婚すると永住者の配偶者という資格があるんです。この資格を持てば合法滞在できるわけです。まもなくビザが切れそうな修学生、留学生、その他の資格で来た人たちが、永住者の資格を持った外国人探しましてですね、一緒に結婚したことにすれば、合法滞在が可能になって、また日本で働くことができるわけです。どういうことは、偽装結婚として使えるかといいますとですね、彼らの場合には、まず結婚したら同居しなきゃいけないという前提が昔はありました。でも今日本人に関しても結婚してても別居してる人がいますね。だから同居が必ずしもこれは本当の結婚なのか偽装結婚なのかを見破る、ポイントにはならなくなってきてるわけです。
それと、金銭の売買、金銭の、受け渡しがあるわけです。資格をあなたにやってるんだから、永住者の、配偶者としての資格をあなたにやってるんだからお金をちょうだいというふうに、これ外国人やってる外国人が実際にいるんです、いたんです。でもその時に、そのお金を売春のお金として外国人女性が受け取ってる。そうするとこれは偽装結婚にならないんですね。難しいんです、これを立件するのは。というのは先ほど申し上げた通り、たとえ2人が別居していても日本人でも別居している夫婦はいっぱいいるというのが一つ、それから実際に肉体関係がある、夫婦としての肉体関係があるというのが一つ、それから金銭の売買をやってて、これは売春じゃないのかという話になるんですけども、でも夫婦間で結婚している2人の間で売春っていうのはありえないんです。単なるこれは夫婦間においての財産の移動に過ぎない状態ですから、これを立件するのは非常に難しくなってくるはずなんですね。実際にこれ立件できない、そういう事例があります。日本人を抜きにしてですね、偽装結婚はこれから増えてくる。で、永住者も、そのまま日本に通算して、10年間住んでおりますと今度帰化できます。でもこの帰化要件もだんだんハードルが下がってきているというお話を聞いております。実際に私の知ってる中国人でも、日本語は全く喋れない、もちろん日本の国歌君が代なんか歌えないというような人が帰化してます。いろんな種類の帰化の仕方がありますね、残留孤児関係者として帰化したりとか、そういういろんな方法がありますけど、この結婚を利用してステップアップして帰化するという方法もこれからどんどん増えてくるんではないかなと私は考えております。そうなった時にですね、もうすでに金を持ってない日本人男性は必要とされないんですね、そして日本に帰化した人、永住してる人、これも日本が好きだから日本にいるわけではないんです。特に中国人の場合にはもう目的は明白です。そういうような外国人に囲まれて、そして前回私が申し上げたような、日本人のような外国人、それから外国人みたいにしか見えない日本人、こういう人たちに私たち、純日本人が囲まれて、これから国際化社会を乗り切っていかなくちゃいけないというのは非常に難しい時代になっているんじゃないかなと思いますね。例えばその国民だったら必ず持たなければいけない、国民の身分証明書、これについても全く論議がなされていないと。外国人にしか見えない日本人と本当の日本人と、日本人みたいな反日国家から来てる外国人、どうやって見分けるのか、これはやっぱりこういうような社会を招き入れた日本人としては、結果的にこの身分証明書、国民が全員が携帯義務を負う身分証明書というのはこれ必要になってくるはずなんですけども、これが未だに論議されていないというのは非常にここは一つの落とし穴であり、これから日本国内に不法滞在者、それからなりすましのような合法的密航者に近いような存在が増えてくる要因の一つになってくるのではないかなと私は思っております。はい、本日は、偽装結婚から考えられる、日本人抜きの偽装結婚ですね、これについてお伝えいたしました。